ペガサスの割に悪くないよ。いい線いってる。じゃあさ、あんたはもっと上手なわけ？当たり前だろ。あれ、おかしいな。これ棒の近くに投げた方が勝ちなんだよね。じゃあこうしようよ。もう一回ずつ投げてみる。ああ、レインボー、納屋散らかしてさ、片付けてよ。ああ、でもさ、まだ僕の記録は破られてないし。そう、早く投げなよ。いやっ、イーハー、大当たり。私が本気出せばこんなもんよ。僕、負けるの嫌い。私が相手じゃ仕方がない。ごめんね。ねえ、アップルジャック、スポーツが一番なのは自分だって思ってる？エクエストリアで私に勝てるポニーはいない。知ってると思うけど。そうだっけ？一番は僕だし、証明してみせるよ。どうやって？アイアンポニーはどっちで勝負しよう。あんたと僕で、いろんなスポーツで勝負して、どっちが一番か決めるってのはどう？いいね、それ。乗った。この世に邪悪がはびこるとき、必ず現れる希望の戦士。星座のクロスをまとい、己の肉体に秘められたエネルギー、コスモを爆発させて戦う。彼らこそ地上の愛と平和を守る戦士、セイント。締めた心のコスモ、熱く燃やせ、奇跡を起こせ。傷ついたままじゃいないと誓い合った。誰もいないけど。おー、来た。じゃあ試合開始。では、よーい、ドン。あ、しまった。タイムは17秒だよ。本当に？去年のロデオの記録を破った。でも、樽に触っちゃったから5秒のペナルティーだね。ついてないな。それでも22秒か。悪くない。ほら、緊張しないで。楽しめばいいんだから。行ってきなよ。では、用意ドン。さすが、ひづめさばきが上手だね。ありがとう。でも、あんたには負けるよ。ね、タイムはいくつ？18秒だ。18秒だって？本当はあんたロデオが得意なんじゃないの？樽除け競争はレインボーダッシュの勝ち。勝った、信じられない。でも次からはこうはいかないよ。なかなかやるじゃん。でも私がお手本を見せてやるよ。楽勝だね。なんで僕？はじめ！
ゃった。はじめ。暴れポニーはレインボーダッシュの勝ち。もう嫌。これ限定になる。いるよ。95 96 97 98 99 100。やり。次は負けるもんか。惜しみ言っちゃってさ。じゃあ羽は使ってないって言える？うん、使った。でも使うなって言わなかったじゃん。明日落ち葉マラソンがある。今度はマラソンで勝負だ。はっ、いいよ。ちょろいちょろい。待って。一つ条件がある。地面を走ること。羽は使っちゃダメ。いいよ。え、問題なし。何暑くなってるの？あなたは出ないでしょ。だけどまた実況したいんだ。聞いて。ポニーの皆さん、落ち葉マラソンにようこそ。ピンキーパイです。空からバッチリ実況するからお楽しみに。残念だけど係はもう決まってるみたい。このマラソンは大事な伝統行事なのよ。やらなかったらエクエストリアの葉っぱは落ちないんだから。じゃあ準備はいい？落ち葉マラソンはあと5分で始まるよ。ちょっといいかな、失礼。アイアンポニーが通るよ。何が、インチキポニーだろ。アップルジャック、どうせマラソンも2着なんだろ。私は正々堂々と走るよ。背中に羽を縛りつけたって余裕で勝てるもんね。まるで七面鳥だ。それも飛べない七面鳥。ああ面白い。これでやっと私たちフェアに戦えるね。皆さん、それでは位置について。あ、ピンキーパイ。はい、スパイク元気？それって私
る、しかも上手だろうなってことも。でも思ったんだ。何？やっぱいい。スパイク、あなたも実況やってみない？どう？私と一緒に。いいの？登ってきて。トワイライト、あんたここで何やってんの？私も出るの。今の受けたよ。あら、本気よ。え、あんたがスポーツだって？っていうかガリ弁タイプじゃん。ガリ弁じゃないわ、物知りなの。ガリ弁。けど、マラソンに出たことあるの？ない。でも知識はあるから。つまりあれで勉強したんだ。そう、本いろいろ読んだわ。なんて本？ガリ弁のためのマラソン入門。でさでさ、ウォーミングアップに脳みそのストレッチでもした。ウケる、脳みそ。バカにしたいんならどうぞ。落ち葉マラソンはポニービルの伝統よ。せっかくこの町に来たし、私も出場しようって決めたの。それっていいことだと思うよ。頑張って。あ、じゃあゴールで会おう、明日ね。じゃあみんな、用意はいい？位置について。落ち葉マラソンって言うけど葉っぱ落ちてないよね。それはみんなの走りにかかってるから。なんで？そっか、ピンキー、ポニーたちが走ると葉っぱが落ちる。落としてもらうの待ってるなんて怠け者よね。でも今年は葉っぱよりみんなが楽しみにしていることがあるの。それはアップルジャックとレインボーダッシュの勝負よ。そうそう、マラソンで型をつけるって。どっちが一番スポーツが得意なポニーなのか決めるんだ。そう、じゃあマラカスで型をつける。そうそう。え、何？マラカスって転がっちゃうから片付けが大変。何言ってんの？何って、マラソンで決着でしょ。勝負はどうなってるかな。アップルジャックとレインボーダッシュ、スタートラインをピューンと飛び出して今のところ肩を並べて走ってる。あれ、アップルジャックが鼻の先分リード。レインボーダッシュも負けてない。追い越した、鼻の半分リード。4分の3かな。63.7%。 見た感じアップルジャックも負けずに自慢の足をフル回転させて突進。鼻350個分リード。羽がないとしんどいかい？頑張れレインボー、見せつけてやるんだ。おお、ほら見てよピンキー、レインボーダッシュがアップルジャックに追いつきそうだ。びっくり、アップルジャックの楽勝だと思ったのに。あっさり勝てるなんて思ってなかったよね。うわっ、信じらんないよ。ほんと綺麗、そう思わない？景色のことじゃなくてさ、レインボーダッシュに転ばされた。それは違う。違わない。あなたの誤解よ。スピードを落としてよく足元を見ていたら石につまずかなかったはず。え？私ったら、レインボーに差をつけられた。追いつかなきゃ。気をつけてね。ゴールで待ってるよ。こいつはすごい。遅れを取っていたアップルジャック、トップへ帰り咲いた。ほんとすんごい。偉いから猫のパジャマあげちゃう。待って、アップルジャック猫のパジャマ好きかな。あの子っぽくないよね。それじゃあ、レースはどうかな。スピード落とした方がいいよ。バテちゃう前にさ。そっちこそ。信じらんないよ、アップルジャックに転ばされた。自分でつまずいたんでしょ。見えてなかったの？切り株。そんなもの、ズル野郎しか見てなかった。アップルジャックはズルしてない。今のはあなたの不注意。分かってる。ああ、本当に分かってるって。いいこと、これはただのマラソンよ。だね、みんなにはそうかもしれないけど、
僕らにとっては真剣勝負だ。はい、みんな、またまた私よ、ピンキッパイ。それとスパイク、レースは中盤、決着の行方は？ケチャップってマラソンで使えるかな。ホットドッグの早食い競争でなら使えるけど、私はからしが好き。あなたはスパイク？あ、ピクルスが好きかな。さーて、レインボーダッシュ追いついてきた。アップルジャックは大ピンチ。羽がなくても早いだろ。ホワイトテールの森に入った。レインボーダッシュ再びトップ。おい、レインボー、なんてずるいやつなんだ。わざとやったな。よし、見てろ。レインボー冴えてる。おとき、やっぱりマラソンってゴールに向かって走らないとね。だね、トワイライトの言う通り。やっぱり？ああ、僕に勝ちたいならすぐに走れ。またまたレインボーダッシュとアップルジャック先を争って走ってる。アップルジャックがちょっとリード。今度はレインボー、またまたアップルジャック、やっぱレインボーダッシュ、とにかくアップルジャック。やめろよ、そっちが始めたんだろ。僕が一着でゴールだもんね。そうはさせないよ。一着は僕だよ。こうなったら羽を使っちゃえ。そうはさせないんだから。私は5着よ。初めてマラソンした割にはいい結果よね。え？
ほとんど歩いてたじゃん。しかも景色見ながら。そうよ、本で読んだ通りゆっくり走ったの。でもってみんなが疲れた頃一気にゴールを目指した。こんなの信じらんない。あなたたちが足の引っ張り合いをしていたおかげ。はあ、その通りだね。私たちの負けだよ。はあ、フェアじゃなかったよね。大事なことを学んだようですね。プリンセスセレスティア、いらしてたんですか。秋は私の好きな季節です。だから落ち葉マラソンを見に来ました。みっともないところをお見せしてしまってごめんなさい。気にしないで、アップルジャック。競争となると誰でも夢中になってしまうもの。友情はいつだって競争より大事だってことを忘れないようにしよう。その通りですよ。あなた方が葉っぱを落とすことより競争に夢中になっていたせいで、エクエストリアの木々はまだ葉っぱに覆われています。では急いでプリンセスのために葉っぱを落としますね。さあレインボーダッシュ、もう一お尻どう。いや、負けないからね。リトルポニー TV、 今日はキューティーマークについてのおさらい。約束通り教えるわ。キューティーマークはポニーたちが特別なことを見つけたときに腰のあたりに現れるマーク。みんなそれぞれ形や色が違うのよ。へえ、私もキューティーマーク欲しいな。それじゃ最後はラッキーポニーズナットスタート。ホワイライトスパークル。ブシロードとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。